だってこんなにいい天気だからね。君と歩夢も外ご飯だったら一緒に食べようよ。いいよね、りなり。うん、もちろん。りなちゃんボードにっこりん。ほらほら、こっちおいでよ。私とりなりはお弁当なんだけど、二人は？あ、ずるいな。次は私も歩夢にねだろっと。でも今日は愛さんも自慢のお弁当だもんね。ね、りなり。愛さんのおばあちゃんのお弁当すごくおいしい。おばあちゃんがお弁当作ってくれるの？うわー、いいな。りなちゃんボード、そわそわ。ほら、りなり、何が食べたい？お漬物。ポリ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 。りなちゃんボード、キュワーン。はい、次は甘辛く煮たさつま揚げの煮物だよ。あーん。あーん。うん。りなちゃんボード、にっこりん、にっこりん。なんだか見てるだけで和んじゃう。愛さんのおばあちゃんの作るもの、とってもとっても美味しい。お返しに私のも食べて。キャベツとコンビーフのサンドイッチ。サンキュー。リナリーの作るサンドイッチも私好きだよ。キャベツが甘い。ねえねえ、二人もおばあちゃんの漬物食べてみて。はい、あーん。いいよ。やっぱりおばあちゃんのお漬物は最高だね。愛情たっぷりだから。おばあちゃん子でもあるけど、お姉ちゃん子でもあるんだな、これが。え、愛ちゃんってお姉さんがいたんだ。ああ、とは言っても血はつながってないんだけどね。家が近いから、小さな頃からずっと遊んでもらっててさ。おばあちゃんのご飯で育って、お姉ちゃんにいろんなことを教わった感じ。うちは両親が共働きだから、おばあちゃんの次に一緒にいた時間が長いのはお姉ちゃんってくらいだよ。わあ、一度会ってみたいな。うん、まあ機会があったらね。会ったらびっくりしちゃうよ。なんてったってものすごい美人なんだから。愛さんが大好きなお姉ちゃん、会ってみたいな。お、リナリー興味ある？あるよね。じゃあ今日のランチトークは、アイさんによるお姉ちゃんの自慢話大会。恥ずかしくない。おばあちゃんの愛を受け取る。